月曜日風間ね、さっきも話したでござるが、収録だったのね。ヘブン・バーンズ・レッドの配信と、別でちょっと収録で、スタジオに行っていて、そう、A ちゃんね、A ちゃん殿あったんだよ、A ちゃん殿に初めて会って。なんか、イラワさん、ホロックスで実際にお会いできるの、イラワさんが初めてですって言われて、もうめっちゃ嬉しくなった。もうすっごい嬉しくて。A ちゃん殿、すごい優しくて、もう風間が一生緊張してたの。今日初めてですもんね、案件の配信初めてですもんねってめっちゃ声かけてくれて、すごい嬉しかった。しかも、その後ツイッターで、イラワさんめっちゃ直前まで緊張してたんで応援してあげてみてくださいね、みたいな感じでツイートしてくれて、もう泣きそうだった直前に、スタジオ入って収録で配信する前にそれをツイッターを見て、泣きそうだった本当に。めっちゃ嬉しかった。本当ありがとうでござる。Aちゃん殿。また会いたいな。また会えたらいいな。